ニー・カールスベルグ・グリップトテク美術館は、デンマークの首都コペンハーゲンにある美術館の名称、ニュー・カールスバーグ美術館とも、収蔵品は、カールスバーグ社の創始者 JC ・ヤコブセンの息子、カール・ヤコブセンの私的なコレクションが中心である。カール・ヤコブセンは、父の経営に反発して、ニー・カールスベルグという別会社を創始しており、両社は1906年に再度合同するものの、 美術館には今もなおニーカールスベルグの名が付けられている。グリプトテイクの名の通り、最初は古代以来の彫刻作品がコレクションの中心だったが、次第に絵画や版画などへも収集分野を広げていった。美術館のコレクションには、エジプトやローマ、ギリシャなど古典古代のアンティークをはじめ、ロマン派の彫刻や絵画、デンマーク黄金時代の作品も含まれている。 美術館には、エトルリアのコレクションもあり、イタリア外における大規模なものの一つである。美術館には、クロード・モネ、カミー・ユピサロ、ピエール・オーギュストル・ノワール、エドガードが、ポール・セザンヌなど、印象派の画家による作品群の他に、ポスト印象派のフィンセント・ファン・ゴッホ、アンリ・ド・トゥールーズ・ロートレック、ピエール・ボナールの作品も収蔵されている。特に館内のオーギュストロダンの彫刻は、 フランス外部では最も重要なロダンの彫刻コレクションであると考えられている。美術館の持つコレクションには他にも踊り子の連作を含むドガの銅像彫刻作品が含まれる。美術館の様々な部門ではノルウェー系デンマーク人の彫刻家ステファン・シンディングによる作品が目立って呼び物にされている。様々なコレクションを収容する建物は 中心にある亜熱帯のウィンターガーデンなど、その上品さが賞賛を受けている。建築家のウィルヘルム・ダーララップは、美術館の最初の翼部を作り上げ、1897年に落成となった。まもなく1906年に建築家のハック・カンプマンにより、新たな翼部分が建設されて拡張が行われ、古代の作品のコレクションが収容されるようになった。 1996年、美術館は、デンマークの建築家、ヘイング・ラルセンにより、さらなる拡大が施されている。美術館は、コッペンハーゲン中心部のダンテス・プラズ7番地にある、チボリ公園から通りを渡ったところに位置している。また、このグリプトテク美術館では、公的な会議や祝宴が催されることもあり、2002年6月21日に行われた、 ヨーロッパポリオフリー証明などがその一例である。ありがとうございます。